を入れるためにほうき丸になる。ところがね、これは大宮発満所本所になってたんですね。それからで太郎芋さんはどういうことしたかで、2代目太郎芋さんはね、海外出て商売されたんですね。安南地区、今のベトナム地区ですけどね、そこにね25年間おって、商売で成功されてね、ほんで日本な帰ってこられ、長崎に船をつけたんですけど、その当時日本はね鎖国にあってしまって上陸できなかった時代ですね。でそのまま、また元へ帰ってベトナムで、亡くなられてしまうんですけど、その時に非常に日本へ上陸するのが残念やったということで、絵馬を書かれてんですね。今御朱印船の絵馬を書かれたのを大宮発満に送ってんですわ。それが今では重要文化財になって、これから行く大宮発満の日宗神社ってちゃんと、ね、置いてあるんですね。これが見ることができますね。もし絵心があったら素晴らしいなと思いますけど、私どもはそこまでわからなかなか分かりません。ただ見ることができますね。車来ましたね。まあ、そういうです。でここは資料館になってます。ここの中に入るとね、何が見られるか言ったらね、資料館ですので、ね、ここら辺で当時使われとったいろんな農機具とかね、農機具か農作業に使うすきとかね、そういうものがたくさん見ることができますね。ここも入るとやっぱり15分ぐらいいるんかなと思いますけど、まあ、そういう写真とかそういうも実物が置いてあります。で今度はこちらの方行きますね。西村太郎右衛門さんのお家ですね。